州女子よく赤の流れ。もだえる苦しい高台。皆さん盛り上がっていきましょプレゼンで早く覚悟して上昇。赤の流れ。
性が力強さ綺麗さ幅さ Wiggles Party Edition Yeah ライブ持って見せ合わせるバンクスタケベということで最後まで楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここでグループ紹介をさせてください。私たち九州女子オークは九州の女性の強さを表した赤をイメージカラーに攻撃的なダンス、そしてオール生歌でのボーカルワークで九州の女性の綺麗さ、可愛さ、力強さをお届けしているガールズグループです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは自己紹介していきたいと思います。ルナチン。はい、太陽のように明るく月のように丸い顔、鈴川ルナです。今日は、定期公演、皆さん最後まで一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ルナチン。はい、私の名前には歌という字が入っています。女子オークの歌を守ります長崎県出身のシエリです。皆さん今日は 120% 楽しんでいってください。よろしくお願いします。シエリ。
背は小さいけど夢は大きい、最年少の18歳山本愛理です。はい、今日は皆さんね、ゴールデンウィークという中で楽しみに待ち遠しくしていたことでしょう。なので今日は皆さんに全ての力を、パワーを届けられるように頑張りますので、皆さんゴールデンウィークだからってのぼせてちゃいけませんよ。よろしくお願いします。アイリー。はい、ステージ1図、受賞区1図、山口県出身のミクです。ミクが最近ハマっていることは家で一人で寝ることになりました。よろしくお願いします。あとね、あと一つあります。大きな声で返事をすることです。最近ハマってるんです。はい、カレーにハマってるんですよ。ミクちゃんがですね、一番大きな返事なのでね、そう、もう素晴らしいです。偉いでしょ。偉いです。さすが。ということで、今からね、お知らせをここでしたいと思います。明日はですね、九州女子オークヨガモンフェスというね、ライブに出演させていただきます。このライブはですね、もちろんライブはがっつりします。そしてね、なんとファッションショーもあるみたいなので、私たちいつもと違ったお上品ですけど、もっとお上品な九州女子オークが見れます。そのね、ファッションショーのお洋服で特典会もありますので、ぜひね、楽しみにしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして5月の3日と4日は九州女子オーク大型主催ライブとなっています。感染対策をバッチリして開催しますので、ぜひね、皆さんもより一層感染対策もしつつなんですけど、本当にね、たくさんのアイドルさんがそのね、主催に出演してくださるということで、もう本当に本当に熱い2日間になるんじゃないかなと思っていますので、ぜひぜひ皆さんお待ちしております。そしてゴールデンウィークラストの5月5日はスカラエスパシオさんにてミニティフイン九州に出演させていただきます。こちらのライブでね、次につなげれるような熱いライブをお届けしたいと思っておりますので、ぜひ皆さん赤を身にまとって、赤のサイリウムを持って駆けつけてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さん、後半戦に行きたいと思います。皆さん、もっと後半戦は熱い熱い熱量を出していきますか。イエーイ。一緒に楽しんでいきますか。イエーイ。それでは聞いてください。 Welcome to the music。 Welcome to the music。 Welcome to the show。 人の愛に知られ。Dance to the music, dance to the song。 心繋がるファン。
られた月の中で光を解き放て。オリジナルスライドのために愛を探す、愛のために愛を繰り返す、愛のために愛を探す、愛を見開いて。
ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、今日は定期公演にお越しいただきありがとうございました。すごくこの今日の定期公演は皆さんとのね、一つの空間っていうこの感じをね、すごく私自身が実感して楽しむことができました。皆さんにとってこれからもね、九州受賞後の定期公演が月一の楽しみで、皆さんの中でもすごく大きな存在になっていければいいなって思っています。そして私自身、もっともっとこれからも歌詞を大事に皆さんに歌で愛をたくさん届けていきたいなと思いました。今日は本当にありがとうございました。はい、皆さん、今日は改めまして定期公演にお越しいただき本当にありがとうございます。定期公演って毎月ソロカバー曲をやらせていただいて、今回私はもう過去一難しい曲に挑戦したんですよ。なので練習期間はすごく少なかったんですけれども、その分ものすごくより一層成長することができたんじゃないかなっていうふうに思っております。定期公演があって、皆さんが定期公演を楽しみにしてくれるからこそ、毎月毎月成長し続けていくことができます。九州女子オークもね、こんな風にどんどんこれからも成長して大きくなっていきますので、ぜひこれからの九州女子オーク、そして定期公演にもご期待ください。今日は本当にありがとうございました。はい、今日はお越しいただき本当にありがとうございました。かなえちゃんの卒業ライブ以来の定期公演だったけど、やっぱりこう今日がもう今日が定期公演が私たちの女子オークのスタートだと思っていて、やっぱり一歩踏み出すのは少し辛い思いも、やっぱりかなえちゃんっていう大きな存在がいたから、ちょっと踏み出すにもちょっと心苦しいところはありましたが、やっぱり今は女子オーク4人、そしてかなえちゃんの翼を受け取り、私たちは本当に最強なグループです。九州女子オークのライブ、この音楽とパフォーマンスがあるから、皆さんがこうしていつも楽しんでいてくださることがとても幸せです。これからも皆さんに私たちの歌とそしてダンス、たくさんのことを皆さんと一緒に経験し、そしてお届けしていけたらなと思います。これからの九州女子オークにも期待しておいてください。今日は本当にありがとうございました。皆さん、今日は九州女子オーク定期公演に足を運んでくださり本当にありがとうございました。ミクはですね、ステージに立って歌って踊ることがそれだけがすごく好きで、8年間経っちゃったなって思う部分もあるんですけど、今日こうやって定期公演をさせてもらって、改めて大好きだなっていうのをすごく実感する定期公演になりました。そしてですね、ミクは泣き虫じゃないんですけど、泣き虫嘘つかなくてみたいな、そこで嘘つく なんでどうした、急に泣き虫じゃないんですけど、ミリックがたまに泣いてちゃった時に、いつも泣く時にいつも横にいる3人がすごくすごく支えてくれて、私をこうやってステージに立つことができています。だからこそ九州女子オークの良さをもっともっとたくさんの方に広めていきたいなとすごくすごく思っております。私の大好きな九州女子オークをもっともっとたくさんの方に大好きになってほしいなって思っております。ぜひね、その大好きな九州女子オークを今こうやって好きだって言ってくれてる皆さんが本当に本当に心の支えです。これからも九州女子オーク大きくなっていきたいと思います。しっかりついてきて、もっともっと素敵な景色一緒に見ていきましょう。今日はありがとうございました。以上、私たち九州ガールズウィング九州女子オークでした。
とうございます。はい、早くない？早い、もう手聞こえ、今日一日がすごい早くて、太陽、うん、明るいの？あれ隙間いや、全然見えてないけどね全然見えてないですよね、皆さん。なんかもうなんか定期公演が明るい時間に終わるっていうのがまだ慣れないから、あー確かにね、最近ね、あのまあコロナとかの影響で早く終わっちゃったりもするから、ね、なんか不思議、めっちゃこんなに早くなんか終わっちゃうのが悲しいね。いや早いです ね、今日からでもまあゴールデンウィークなんですけど、明日からもね結構ライブが続くんですけど、行くよーって人、一日でも行くよって、おおおおありがとう、あ、なんかすぐ手下げちゃうじゃん。あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。なんかゴールデンウィークの思い出ある？ゴールデンウィークはもう、ね、あれだよ、だって中学生から始めてきたから、うんうん、もうないよね、やっぱり。そうね、なんかパッと思いつかない、全部ライブって感じかな。どんたくのイメージがやっぱあるじゃないですか、ね、ゴールデンウィークで。もう1日にもう3回ぐらいパンパンパンって回すのがすごい楽しかった。今回演舞台がねやっぱり、ね、中心ってなったから、どんたくが、ね、だからね、それもちょっと心苦しいなってところが、ね、あれもしてみたい。あ、パレード、それそれよくわかったね、あれリンクさん、リンクさんがよくやってるよね。そう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 、やりたいね、あれ。でもあれやってみたい。ちゃんと歩けるかな、手と足一緒に動きそうだよね、首調して楽しそうやんね、なんか。そう、あれいつかね、女子枠やってみたい。ね、やってみた。私も、うん、管理者じゃないか、そんな目で言われても、あ、じゃあ誰かさせてください。誰か女子枠いいよって言ってください。お願いします。ね、どんたくって結構さ、たくさんさ、アイドルを知らない方がもさよく見てくれるから、すっごいね、あ、なんだろう、ね、嬉しい出来事です。嬉しい出来事が嬉しいですよ。はい。ということで、改めまして、改めまして、アンコール本当にありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さん、アンコールをいただいたということで、皆さんまだまだ一緒に盛り上がっていきますか。イエーイ、最後最後最後で力振り絞っていきますか。イエーイ。それでは聞いてください、フェアリンド。Yeah!